HP レーザージェットプロ MFP3101 から3108よび MFP3101E から 3108E プリンタシリーズのトナーカートリッジを交換する手順プリンタのトナー残量が少ない場合やトナーが切れている場合はこの動画で説明する手順に沿ってトナーカートリッジを交換しますカートリッジアクセスドアを直立位置にロックされるまで持ち上げます 古いトナーカートリッジのハンドルをつかみ、引き上げてカートリッジから取り外します。新しいカートリッジをパッケージから取り出します。使用済みのカートリッジは、このバッグやボックスに入れてリサイクルすることができます。注意、カートリッジを扱うときは、損傷を防ぐために両端を持ってください。保護カバーやローラーの表面に触れないでください。印刷品質が劣化する原因となります。カートリッジの両側を持ち、ゆっくりと前後に揺り動かして、 トナーをカートリッジ内に均一に鳴らします。新しいカートリッジの正面についているカバーをスライドさせて取り外します。新しいトナーカートリッジのハンドルを掴み、カートリッジアクセス領域に挿入します。トナーカートリッジを奥までスライドさせて押し下げ、所定の位置に固定します。カートリッジアクセスドアを閉じます。古いトナーカートリッジのリサイクル方法は、 hp.com をご覧ください他の言語の HP 動画を検索するには YouTube の「再生リスト」タブをクリックしてください。当社のチャンネルを検索して公式 HP サポート動画を見つけてください。